カンラカントリークラブは、群馬県カンラ郡カンラ町に広がるゴルフ場である。カンラカントリークラブは、かつて、照明器具の山田照明株式会社が母体である、山田創業株式会社が建設し運営していたゴルフ場である。1975年10月10日、コース設計を安田光吉に依頼、18ホール規模で開場された。その後、 2006年12月18日、山田創業株式会社は民事再生手続きの開始を申請。同年12月22日、再生手続きの開始決定を受けた。2007年3月、アコーディアゴルフで再建する計画案が可決。同年3月7日、山田創業株式会社は株式会社アコーディアゴルフとスポンサー契約を締結した。スポンサーの選定は、 中央三井信託銀行株式会社をアドバイザーに行い10社を超える企業が参加し最終的にアコーディアゴルフが選定された。同年5月14日、山田創業株式会社は再生計画案を会員などの債権者に配布、継続会員のプレイ権は維持する。同年6月13日、スポンサー支援型の民事再生計画案が決定し認可が決定。 アコーディアゴルフ系列のゴルフ場となり、アコーディアゴルフはセット合同会社によって運営されている。コースは18ホールのほとんどが赤松林でセパレートされ、あたかも林間コースの趣をかもし出している、給料コースである。また、日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する。 日本オープンゴルフ選手権競技大会の開催実績がある。郵便番号370-2217群馬県、神羅郡神羅町天引1955番地オープン直後の1975年11月8日、撮影の神羅カントリークラブの空中写真、国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 1984年代17回日本女子オープンゴルフ選手権競技大会。ありがとうございます。